標高3000メートルの北アルプスから流れる豊富な水。暖流と寒流がぶつかり合う水深1000メートルの海。高低差4000メートルの急峻な地形は富山の豊かな食文化を育みます。水がもたらす食の恵み、その中から富山ならではのお酒と海鮮おつまみを紹介します。いやもう山に囲まれて自然豊かでいいところですね、はい、この豊かな環境でお酒が作られてるわけですね。まあ、そういうことですね。あちらの工場が銀盤酒造さんの工場でしょうか。はい、大体9月のですね下旬から始まりまして、翌年の5月の中旬まで酒造りをやってるわけなんです。創業明治43年、黒部川の扇状地で100年以上酒造りを続けている銀盤酒造。のど越しよくすっきりした口当たりで人気を博す銀盤のお酒。中でも贈り物としておすすめするのが純米大吟醸晩秋です。早速お酒の方いただきたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。キリッと辛口ですね、はい、後味がすごくすっきりしてるので、はい、なんかいろんな料理に合いそうですよね。おかげさまで。黒部川のですね扇状地分の軟水の水で作ったお酒なもんですが、非常に口当たりが良いわけですね、うん、そこへ持ってきて良質な山田錦をですね 50% まで精米しまして、低温発酵させてるもんですから非常に柔らかく出来上がってるわけなんです。このお酒に合うおつまみの一つが富山を代表する珍味、ホタルイカの沖漬けです。沖漬けとは富山湾の春の風物詩、ホタルイカを醤油ベースのタレに漬け込んだ珍味。富山駅前の老舗小島屋では、春に採れたホタルイカを一度漬け込み、さらに出荷前に新しいタレでもう一度漬け込むことで旨味を凝縮させ、芳醇な味わいに仕上げています。ホタルイカの旨味がこうギュッと凝縮している感じで濃厚なんで、このお酒のすっきりした味わいととってもよく合いますね。富山のお酒に合うおつまみ、もう一つはイカの黒作り。スルメイカの塩辛をモンゴウイカの炭で和えたイカの黒作り。江戸時代には将軍家へ献上された郷土料理です。富山市の権六水産では創業以来無添加と手作業にこだわり、全国のさまざまな品評会で高い評価を受けてきました。おすすめは黒作り味比べ。通常の黒作りの他にホタルイカの黒作りと柚子入りがセットになっています。イカ墨の味わいとこのコリコリっとした食感がすっごく美味しいです。口に入れた時にこの柚子の香りがふわっと広がって、これもまた日本酒に合いそうですよね。いやもう本当に富山にはこうお酒に合う珍味がたくさんありますね。まあ、そうなんですね。立山連峰から流れてくる水が非常にきれいでありますし、酒に合う魚、これも非常にたくさん取れるものですから、こういったの優れた環境をですね次世代の方にまた引き継いでもらいたいと思います。海と日本